84ページをご覧ください。支給額を見ていきます。支給額ですが、問31以降の事例問題でよく出題されます。毛儀いされる方が多いのですが、理屈を理解すれば確実に解けるところなので、むしろ得点源にしたいところですね。納付された保険料等の額が多ければ多いほど支給額も多くなるということをお話ししましたが、これをより具体的に考えていけば支給額を求めることができます。まず、丸の1。 二十歳から六十歳までの四百八十ヶ月がすべて保険料納付済み期間であれば、満額の七十九万五千円または七十九万二千六百円が支給され、その状況から離れた度合いに応じて減額されます。つまり、未納期間や保険料免除期間、合算対象期間が長くなればなるほど減額幅が大きくなるということですね。で、令和4年度まではこの満額の値は一つの値で固定だったんですけれども、 令和5年度において年金額の改定の仕組みの結果、昭和31年4月2日以後に生まれた新規最低者では79万5千円。そして昭和31年4月1日以前に生まれた期最低者では79万2600円ということで、額に開きが出ました。ただこの具体的な額については覚えていただく必要はないかと思います。そして2つ目。保険料納付済み期間と保険料免除期間は年金額に反映されるが、 それら期間については、一律に2分の1が国庫負担されているということですね。国庫負担については後ほど触れます。これらの考え方に基づくと、老齢基礎年金の額は次のように表されます。分母を480ヶ月として、そして分子として保険料納付済み期間の月数、これはそのまま加算して、さらに、 保険料4分の1免除期間に対しては8分の7をかけっていう風に免除されるところが大きくなるに従って逆にかけていく値は小さくするというような仕組みでやっていくわけですね。85ページをご覧ください。特に国庫負担についての理解が必要です。国庫ってことは国の税金ですね。年金は保険料だけではやっていけないので税金による下支えがあるわけです。それを国庫負担と言っています。 老齢基礎年金の額の暫定版の数式の一番右を思い出していただきたいんですけれども、保険料全額免除期間についても2分の1が年金額に反映されます。例えば、20歳から60歳までずっと保険料の全額免除を受けていた場合であっても、満額の半額の老齢基礎年金を受け取ることが可能です。全額免除ということは保険料1円も納めていないにもかかわらず、半額を受け取れるのは国庫負担されているからですね。 この国庫負担は年金額に反映される非保険者期間につき、保険料納付済み期間にかかる年金の給付に要する費用相当額の二分の一を負担するという形で行われます。要するに、納めた保険料の額に関わらず、平等に同額を国庫から出出しますよっていうことですね。それを表したものが次のようになります。例えば、保険料納付済み期間については、 保険料分も国庫負担分も全部あるから、当然一月としてそのままカウントするんだけれども、例えば保険料4分の1免除期間であれば、保険料は4マス中3マスのみ収めていて、逆に国庫負担は一律に4つちゃんとあるわけだから、4たす3をして7。だから保険料納付済み期間に比べると、年金額への反映のされ方は8分の7になるよっていうことですね。 さらに保険料半額免除期間については保険料1マス減るから8分の6で4分の3さらに4分の残免除期間はさらに1マス減るから8分の5そして保険料全額免除期間については保険料分がないから8分の4で2分の1ということになりますただし今まで述べてきたような形で国庫負担が行われるようになったのは平成21年4月以降となります平成21年3月以前は 保険料納付済み期間にかかる年金の給付に要する費用相当額の3分の1を負担するという形で国庫負担が行われていました。図評化すると次のようになります。86ページをご覧ください。例えば、国庫負担が4マス、保険料が8マスあるというふうに考えて、保険料納付済み期間については12分の12で1だけれども、例えば保険料半額免除期間だと、8マス中4マスしか保険料がないから、 12分の4で3分の2みたいに、さっきと割合が違うわけなんですね。なので、計算式を厳密に立てると次のようになります。分母480ヶ月とか、8分の7、4分の3、8分の5、2分の1とかは一緒なんだけれども、平成21年3月以前については何分の何っていう風に、ちょっと修正がかかるわけですね。で、この平成21年3月ってどう覚えたらいいかっていうと、 今は2分の1だけれども、かつては3分の1だったんだよっていうふうに考えると、2分の1、3分の1の、この分母の3までのところで、平成21年3月っていうふうに抑えることができますね。そして、学生の不特例期間との不要期間に対しては、国庫負担が全く行われません。税金の下支えゼロです。そのため、保険料を追納しない限り、年金額には一切反映されないっていうことになるんですね。 保険料も1円も収めてないし、国庫負担もないからゼロっていうことです。なお、追納がなくても、受給資格期間には参入されます。87ページをご覧ください。ケーススタディですね。このケーススタディについては、今までやったところの焼き直しとなりますので、各自でお目通しいただければと思います。ただ一つ注意してみていただきたいのが、先ほどやった平成21年3月ですね。 ここが一つの区切りになっているので、平成21年3月の前なのか後なのかによって、ちゃんと分けてるんだよっていうところを見ておいていただければなと思います。続いて、付加年金の額ですね。本来の保険料とは別に、1月400円の付加保険料を納付できるよっていうお話ししたかと思うんですけれども、付加保険料納付済み期間を有する老齢基礎年金の受給権者には、 200円かける不加保険料納付済み期間の月数によって算出される額の付加年金が上乗せされます。したがって、40年の保険料納付済み期間を有する者がいて、その被保険者期間のすべてが付加保険料納付済み期間であった場合、万額の79万5千円または79万2600円に付加年金が200円かける480ヶ月の9万6千円上乗せされるっていうことになるわけですね。 88ページをご覧ください。続いて、振替え加算というものをやっていきます。ロー基礎年金って満額でも79万5千円とか79万2600円しか支給されないとありましたが、例外的に振替え加算という加算がされる場合があります。まず、要件1。対象15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた。そして、丸のに 65歳に達した日において、老齢厚生年金または、障害厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持している。そして、丸の3。65歳に達した日の前日において、上期配偶者の年金の下級年金額の基礎になっていた。つまり、下級年金額の対象者であった。という場合には、振り替え加算が行われるんですね。ただ、下級年金額の基礎って言われても、まだ下級年金額をやっていないので、ここでは、イメージのみお伝えします。この図では、 妻が老齢基礎年金の受給権者本人で、夫が配偶者であるケースを想定しています。夫は妻の生計を維持することによる下級年金額の加算を受けていたんだけれども、下級年金額っていうのは妻が65歳に達した瞬間になくなってしまう。ただそうすると世帯全体で見た時に年金の受給額が小さくなってしまうから、そこを補うために今度は妻の老齢基礎年金に 振り替え加算を加算するよと。そうすると、下級年金額だったものが今度、妻の方に振り替わっているから、これを振り替え加算と呼びますよ。このようなイメージとなります。今回は、老齢基礎年金の支給額についてやってきました。しっかりと、4マス4マスのマスの図、さらには平成21年3月以前については、4マス8マスのマスの図を書くことによって、計算式を再現することできますので、 しっかりと自分で計算式を再現できるようになっておいてください。